はい、ちょっと地図見てたら発見したんですけど、磯部水産加工っていう、まあ、会社がね、あるみたいなんですけど、それが山の中にあるんですよ。ちょっとここにね、行ってみます。でも水産っていうくらいだから、普通海だよね。ちょっとそこがね、疑問に思ってるんですけど、まあ行ったらね、わかると思います。まあ、さすがにね、ないかもしれない。また探してあるよ。しありな。はあ、険しい。時期的に。ちょっと待てよ。これね、おかしいな。ちょっとね、歩いても歩いてもね、GPS が反応しないんだよね。たどり着けないわ。もうとっくに過ぎてると思うんだよね。この辺まで来てると思うんだけど、GPS がね、全然動いてないんだよね。電波あるんだけどね。
ダメだ、 GPS が全然動いてない。ダメだね。まあ、通り過ぎたには通り過ぎたと思う。でまあね、そういう会社らしきものはねなかったし、まあそもそも来れないんじゃないかな、こういうところだからね。まあとにかくね、その場所は通り過ぎて、まあそれらしいものはなかったですね。まあ逆に来すぎた。かなり険しい道のりでしたが、引き返します。